メグロレンさん映画私の幸せな結婚は、転換期とも言える特別な作品。まっすぐに相手を捉える真摯な眼差しと寄り添い励ますように響く穏やかな声。185の健やかな体育で時代ごと包み込むような包容力を感じさせるメグロレン。挑戦への悪なき思いや捨て身のマインドに迫ります。 メグロレンが演じる意味を役柄に持たせることが目標映画私の幸せな結婚は大ヒット小説が原作。僕も原作を読んですごく面白さを感じたので自分が素敵だなと感じた部分をそのまま伝えられるようにリスペクトを込めて演じました。同時にメグロレンが演じる意味をちゃんと乗せられたらいいなという思いも、誰がやっても同じだなと自分自身が感じずに済むように生活味という役を自分のものにしたいという気持ちがすごく強かったですね。 着物での所作を始め慣れない部分もあったけれど現場には一流の方が集まっているので、ちょっとした動きにもすごく丁寧にアドバイスをくださって、本当にたくさんのことを皆さんから教わり心から感謝しています。ビジュアルに関してもスタッフの方たちがかなり時間をかけて衣装や髪型を作ってくださったので、自信を持ってカメラの前に立つことができました。